回想、回想、1941年没年不詳とは、日本の競争馬である。第二次世界大戦の最中であった1944年、日本ダービー、東京能力検定競争に優勝した。同年の長距離特殊競争、現、菊花賞も1位で入選したが、全出走馬の機種がコースを間違えて周回したため、競争不成立となり、クラシック2巻を逃した。 競争馬引退後は、群馬として、将校の乗馬に競されたと伝えられるが、正確な消息は不明。現在、東京優秀、日本ダービーとして行われている競争は、改装が優勝した1944年、昭和19年は、馬券発行も、一般観客もない東京能力検定競争として、行われた。この記事では、便宜上日本ダービーと呼称する。 バレエは日本で2000年以前に使用された数え年で記述する。改装は1941年、昭和16年、北海道の西木王房、西タップ牧場で生まれた。2歳児に札幌の競りに出され、建築業を営む有松鉄道に9000円で落札された。父はアメリカの名馬、万能王の子である持ち込め馬の月とも、母、第二ベバウ。 競争名論譜は、軽判しながら、提出後商店、小倉優勝馬全十二章だった。当初は、有松の出身地である小倉の渋川旧作旧社に入る予定だったが、有松の所有場を、数多く管理していた城の原神が、久保田金造旧社、京都競馬場にいた関係で、久保田に預けられた。四歳になった百四十四年、昭和十九年四月十三日、 京都競馬場の芝千六百メートルの競争でデビューした。ここは山和マスラオの花さ二着に敗れたが5日後のレースで勝利を挙げる。その後ほぼ休むことなく走り続け6月に登場。それまで騎乗をしていた杉村半城に代わり久保田金蔵の兄、原守の旧社にいた橋本照夫が騎乗した。東京競馬場での前哨戦に勝利した後18日に 日本ダービーに出走。この年は太平洋戦争の戦況が悪化していたこともあり、日本各地では続々と競馬の開催が中止となった。横浜をはじめ阪神、札幌、函館、新潟、福島と閉鎖され、東京と京都でのみ能力検定競争として存在していた。そのような状況であるから、この年の日本ダービーは観客は一切おらず、 軍人や馬主など関係者二百人余りが見守る中で行われた。騎手の橋本は当時を振り返り、スタンドは無人道前でいかにも寂しかったと語っている。馬券の発売もなく、人気も全くわからなかった。前日の豪雨で重ばばとなった中、海藻はスタート後の第二コーナーから三番手と行為につけると、交渉面を経て、第三コーナーで早くも先頭に立った。 そのまま、最終コーナーから、最後の直線を逃げ切り、二着重早に五馬審差をつけて、優勝を果たした。脳症症、焦点、弦、さつき症を制した、栗山とも出走していたが、階層から十馬身離された四着に終わっている。関係者はいずれも、ダービー初勝利で、北海道三馬の初勝利ともなった。橋本は、前走で改装に乗り、小馬相手に勝っていたから、 本番でも自信があったと当時を改装している。その後改装は京都に戻り、吉田三郎が手綱を取った秋初戦で勝利を挙げた後、12月8日の長距離特殊競争でクラシック2冠に挑んだ。改装はこの競争で1位に入選。一旦は結果が確定されたが、翌1945年1月21日になって、競争不成立の最低が下された。 従来、京都3000メートルの競争では、内外二通りあるコースを、内回りから外回りの順に二周していたが、この競争に限り発想地点をずらして、内回り二周に変更されていた。しかし機種たちに周知徹底されておらず、全機種が従来通り、内外のコースを取ったため3100メートルを走り、不成立となったものだった。このコース変更は、 競馬会の採決委員さえ認知していなかったとされる。3位入選ばくりあずまに起乗していた小西義蔵によれば、先頭でレースを進めていた田中康造、茂早城城は、規定通り二目も内回りコースに入ろうとしていたが、海老名竹五郎、松明城が、外だぞ、外だぞと叫び、全馬が外回りコースへ導かれていったという。長距離特殊競争後、 海藻は一戦8るが6着に終わり、現役最後のレースとなった一級守護馬選定では12着と惨敗した。これを最後として引退したが、種母馬選定競争での大敗、サラブレット継手という決闘が影響して種母馬とならず、軍の乗馬となった。その後の消息は不明である。1959年に日本中央競馬会が編纂、発行した。 日本ダービー25年史において、海藻の消息は、競争馬引退後群馬となり、名古屋師団に配され師団長の乗馬になったとの、風文ありとされていい。その後、同会の広報誌、優九1963年1月号から5月号にかけて、旧正雄による、小説、海藻はどこにいるが連載され、引退後の詳細が、ルポター受長で描かれた。小説ではあるが、 海藻の関係者は、実名で登場、証言をしており、以下参考として、用紙を記述する。海藻はどこにいるでは、岡田の乗馬を海藻と断定し、空襲時に街中へ駆け出して死亡をあるいは行方不明になったと結論付けている。なお、海藻は、マイナスにおける、吉田三郎の証言では、ダービーの後京都に戻った海藻の管理調教師は、 久保田金蔵ではなく鈴木・仁吉だったという。さらに後年の優秀の記事中で、久保田金蔵は海装について、大阪か名古屋で、将校の乗馬として使われていたことは分かった。おとなしい馬だから、将校に気に入られたんだと思う。ただ、なぜそこに行ったのか分からないと述べている。また戦中に、競馬会の職員だった、吉崎弘明は、海装が一旦守護場になって、 タネボバには適さなかったために廃用になり、将校の乗馬になったというなら筋も通っているけど、いやしくも、ダービーバが、いきなり将校の乗馬になっていたというのは、ちょっと理解に苦しむと疑問を呈している。1944年、昭和19年、13戦発祥を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。